ず竹ここに3本並べましたけども、こちらの左から、これ掘ったばっかのやつということですね。それからちょっと分かりづらいんですけども、あの1回火で炙って油抜きという作業をした竹、そしてこちらの白いやつは去年掘ってで1年経った状態の竹です。まるで色が抜けてるっていうのが分かるかと思いますけども、どういうことをしたかというと、このままの状態で乾燥させると、この辺のあたりの緑は抜けるんですけども、節のところの濃い緑が抜けなくて、最後まで残ってしまうので、火で炙って全体的にこう青い色を抜く作業を油抜きと言います。その油抜き作業をして、このあと、天日で外で2週間ほど毎日日に干します。すると今これ黄緑色の結構明るめの色なんですけども、これがどんどん色が抜けていって、こういう、黄土色といいますか白っぽい方の色になってきて、2週間ぐらい経つとほぼこのような感じの色になっていきます。では油抜きやります。ここから徐々にずっとやっていって、先頭まで色を落としていくといいますか、まあちょっとやっておりますのでね、ちょっとかなり地味です。このまま10分間ぐらいずっとね、徐々に中まで温まってくると、スーッと表面にうっすら水分って言いますか出てくるんですけども、ちょっとこれは分かりづらいと思います。掘ったばっかりのその日のうちにやると、シューっていうふうな感じで水蒸気が出てきます。そのぐらい竹水含んでるんですよね。ちょっと色変わってますかね。抜けたのが分かりづらい。だんだんこの辺あたりが色がこう白くなってくるのが分かるかと思います。あ、でも白くなってきてますね。分かりますでしょ。はい、タバッカはいい香りがするんです。本当になんか美味しそうな竹の子の匂いかぶりつきたくなっちゃうような、これは期待満載ですね。でも帰ってきて測ってみたら、あんまり使えるやつがなかった。使えるやつがなかったっていうのは形が、長さね、長さが長すぎちゃったんですかね。あれ、やっぱり地面にこれだけあれでしょ、色変わってるから地面ここまで入ってたのね、うん、本当はここなんですよ。そうするとここから青いところのやつだとちゃんと長さの測定ができるので、すると間違いがないんですけどね、うん、一回掘り出したらもう止められないって。でもうカンカンやってる最中で、一人だったらあの時点で掘らないです。もうやってもしょうがないから、はいはい、でどんどん色変わっていくのが分かりますよね。はい、完全にこの色にならなくてね、うん、こういう薄黄緑色になってくるんですけど、なかなかね気持ちがいいんですよ。これなんかコツとかあるんですか。いや別に見た通りです。あ、見た通り。ただずっと止めてると、ま、焦げちゃうんで、はい、焦げないようにして、それで表面にこう最初分かるかな、テカテカしてるところが、炙ってないところと炙ってるところ、はい、境目がね、はい、どんどん色が抜けてくる、テカ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 して、これが油が抜けてくるっていうか、表面の水分が飛んで、それでこういう深い緑色が黄緑色に変わってくるんですよ。で時々こうやって色がこうまんべんなくなるようにっていう感じですかね。片っぽだけだと片っぽが緑色のままなので。そうですね。コツというほどではないんですけども、はい、掘ったばっかの方が鮮やかに掘っていきます。掘ったらすぐやった方がいいとか。あ、本当はすぐやった方がいい。抜けるんですよ、早く。これどんどん表面が乾燥し始めちゃってるので、はい、抜けるのにちょっと時間がかかるのと、掘ったばっかはまだこういう
なんていうか呼吸してるような状態なんで、はい、やるとシューッと泡が出てくるんですよ。泡っていい香りがするんですね。今でも開ける匂いなんですけど、ちょっと落ちちゃった感じですけど、綺麗な色になってきますでしょう。そうですね、こういうのが10本も20本もあるとね、はい、退屈じゃあもういつもはなんか音楽聴きながらとか、まあ、外でやることもあるんですけど、今日は天気悪いんでね、はい、急に変えたんですけど、はいはい、あ、外でとりあえずガスコンロがあればできますもんね。そうですね、うん、で、まあ、ガスよりも本当はコークスっていうか炭火で、うん、遠赤外線が出るやつだともっと中までがあった熱が入るので、はい、たくさんやるときはそちらの方が早いですね、はい、シューッというふうに変わって、うんうんうん、これ表面だけやるんで結構抜けないときはうっかりすると壊すまでやってしまう感じがあるんですけど、でもここが抜けたでしょ、はい、この濃いところがほら全くなくなって、はい、これのためにやるみたいな感じで、今まだ濃いところ残ってますけどね、はい、さっき白かったところも茶色くなってます。これは元々、あ、それは元々ですか。模様がね、あ、それは元々の茶色です。これもまた一つ尺八の景色で、うん、あまりにも模様がないとちょっとね、はい、安い尺八になって夏暑いですか、やっぱり。これ掘るのが冬、あ、そかそかそか、寒い時だから、あ、じゃあ基本そうですね、夏はこういう作業は、やっぱなくていいですけど。ないのか、はい、あ、だいぶ先の方まで来ましたね、うん、ここまでだいたい10分ぐらいですね。そうですね、はっきりこういう水滴が出て、油抜きしないと、まあ、先ほど聞いちゃったんだけどザラザラっとした、表面のなんていうんですかね、ゴミはついてないんだけど、竹のこの表面がまだこう細かいシワが寄ってる状態なんだよね。で、水分が抜けてパーンとこう表面が張るんですわ。そうすることによってこうツヤツヤの肌になる。で、これをやっぱりやるとやらないとじゃ、尺八のこの表面のなんていうんですかね、綺麗な色、それから当たった触った感触が出ないので、竹の掘った後は必ずこの油抜きをするということになっております、ね、はい、そうですね、その方がツヤツヤで綺麗になるんです、ね、はい、今回綺麗だな、さっきのよりもなんか綺麗に見えますよね。ほら、ほとんど同じような色だったでしょ。あ、本当ですね。こちらはちょっと模様がいろいろとあるんでこう見ないんですけど、これ、はい、青いやつだけ見るとすごく綺麗でしょ。綺麗です。ね、なんかこのままでなんか使ってできそうな気配そうですね、まあ、これが SN 油、これまず一つね前段階で、これは必ずやりますのでね、はい、